皆さんこんにちは。リゾピタゴラスイッチを作っているヤギミックシステムです。今回はこれです。コーンフレークの朝食をピタゴラスイッチによって作ることができるのか挑戦していきたいと思います。ピタゴラスイッチが進んでいく過程で、この白いお皿にまずこのフレークが盛られて、でこのお皿が、まあ、多分平行移動するんでしょうね。で平行移動して豆乳が入って完成という形になります。でその工程をピタゴラスイッチだけで再現することができるのかということになります。まだどういう流れで豆乳とフレークが入るのか決めてないんで、考えつつやらなきゃいけないんですけど、おそらくこのお皿はフレークが入った後にどの方向かにこう移動して最終的に豆乳が注ぎ込まれると思うんで、これが移動する機構が必要ですね。だからこのお皿にこうなんかタイヤみたいな台車が必要になってきます。で僕が大体いつも使うのはこの KX っていう海外のおもちゃですね。こういうタイヤとかこの軸のパーツとかが入っていて、これをレゴブロックみたいに組み立てるだけで台車が作れるんですよ。かなり簡単に作れます。このホイールのパーツとかを使って作ります。これが普通ありましたね。これでこうだね。反対側もまあ赤いのでいけるかもしれない。こういう感じで台車ができたんですけど、これちょっとさすがにここは空洞でお皿が揺れちゃうから、ここに敷き詰める面が必要だね。青いロッドでつながるかな。これでも長いかな。なんかな、組み直してこれでいいと思います。これでお皿が平行移動できるようになったんで、スタート位置と移動しきった場所の位置を決めたいですね。でね、この台車ができたので台車が移動するレールを作っていくんですけど、台車の車輪がこう溝になってるんですよね。なのでこのさっきと一緒のおもちゃの棒をこう地面に貼り付けて、この上をこう滑るようなレールにします。この棒をこう机に貼り付けてレールにします。まあ、3本分くらいですかね。でこの台車は最終的にこの真ん中ぐらいで、机の真ん中ぐらいで止まってほしいので、貼る素材なんですけどこれですね。 3M のスコッチの強力テープですね。この両面テープだと机側にも部品側にもベタベタが残らなくて傷もつかないんですよ。レールが貼れるぐらいの細さに8枚ぐらい切ります。このオレンジの接合部分に貼ります。ここに貼ります。ちょっとこの机の側面から間を開けて、ここに何かしらレールが来る可能性があるので、こっちは来てます。台側ね、もう一箇所車輪の幅に合うように台車に当てがって、当てがってできるだけ平行になるように、これでいいんじゃないですか。
応このメーカー外れないで台車が左右に稼働するようになりました。最初この端っこに台車があるわけです。でコーンフレークの作り方って、このコーンフレークが注がれてから牛乳なり豆乳なりの液体が投入されるので、最初はこれなんですよね。これがお皿に入って移動して、でこっちに設置したらこの豆乳が入って完成ということは、この最初にこれなんです。これが倒れてお皿に盛られる仕組みを作らなくてはいけません。一回これに仕組みをつけるために中身を出しちゃいますか。くっつけるのはこのグルーガンですね。グルーガン使えば大体何でもくっつくので、困ったらグルーガンでくっつけてます。このボールに一旦入れて向こうで保管しておきます。これは向こうで保管しておきます。この袋に仕組みをつけていくってことなんですよね。こういう向きでこう倒れてこの際入ると、つまりここにこう軸がないと回転できないってことですね。だから軸を作ります。とりあえずこの青のロッドをここにつけてからどういかしましょうか。ちょっと予定変更なんですけど、今こういう部品を作りました。でここがこう2本になってて間に挟めるので、この袋を角だけですけど挟み込んで、この周辺だけグルーガンしたらより強力になるし、ないしこの袋が安定するんじゃないかなって思いますね。なんでこれで止めたいと思います。下だけじゃなくて縦の方にも支柱を作りました。これによってより袋がこう崩れずに安定して稼働してくれるんじゃないかなというふうに思います。3箇所グルーガンで止めちゃいます。このプラスチックのウィンとかにつけたとしても後で剥がせるんで、それがいいです。普通に瞬間接着剤とかでつけてしまうとベタベタになって使い捨てみたいになっちゃうんで、パッケージの裏側だけしときます。これでこのフレークのフレームが完成しました。そしたらね、最初にこの台車の位置と動きを確定させてしまいましょう。これ以上こっちに行かないように、ここになんか積み木置くなり、こういう積み木とかをこう置いとけばね、これ以上こっちに行かずに位置を埋めることもなくなるんで、これ両面テープで貼ります。はい、これでちょうどここにオレンジの接合部があるんで、こっち側にも振動とかでぶれなくなってます。そしたら最初にこれが右側にスライドする機構を作っちゃいましょう。これ動かす機構はね、紐しかないですね。後ろ飛びしてるけど、タコ糸でこっちから引っ張ると、この紐の先に重りつけて引っ張って移動させるしかないですね。とりあえずこいつに紐をつけよう。多分そんなに重たくない重りでも転がるんじゃないかなって思います。でここ飛び出してくる、切って、で反対側もね、落ちないように、地面につけたもん、ちょうどこのアーチ状の積み木だと紐がね、間に入る。はい、これは OK です。これ止まる。反対側に重りをつけていきます。多分何かしらの仕掛けで重りが落ちるのがここなんです。なのでこの長さ分でちょうどいいぐらい。これが落ちたら、おーおー、いい感じじゃない。お皿がずれるから。いい感じ、いい感じ、めっちゃいい感じ。この動く機構ができました。次は、これですね。これを設置します。おそらく、これが倒れた時に、お皿に当たっちゃうと、これがスライドして向こうへ行くんで、引っかかるんですよ。でお皿に当たんないように、ここにこういう積み木みたいので、これ以上下に行かないように、ここに置くんだけど、これが近すぎるとこれがスライドした時に
タイヤの付け根のパーツに当たるから今日平行移動しても干渉しないぐらいの距離を保たないといけない。よし、これで OK です。ちょっとイソ感度落としました。ここの軸の部分はこういう感じになってますね。この青い棒が軸となってこの緑の両端のパーツに穴が開いてるんでこう軸に回転するという仕組みです。折れば空中ですけどこれ回転するのでここからなってきて袋の中からコーンフレークがお皿に盛られるという風になればいいなと思ってますけど、もううまくいくんですかね。この落ちる衝撃の度合いによってどのぐらいコーンフレークが出てくれるのかわからないんでそれは検証しなきゃいけないです。ただここはもう確定なのでこの積み木と白い部分を合体させていきたいと思います。これは結構頑丈にくっつく。こうですね、高さによってちゃんと盛られるかが変わるんですよ。一回この黄緑の積み木の高さでちゃんと入るか検証します。円柱だけどこれにします。ここがこうぶれるんでこの隙間に何かを詰めておけばぶれなくなるだろうということです。これで一応ここから抜けなくなりました。これが若干左右にやっぱぶれてるのは気になるけど多分ねここら辺から何かの動きでこう来ると勢いが強すぎてお皿からこぼれたりするんですよ。だから途中にこういうストッパーをかますといて何かの拍子にこのストッパーが外れてこの距離感ぐらいの方がうまくいくんじゃないかなと思います。じゃあ一旦ここにフレークを戻します。入りましたけど良くない割といい感じやね。これじゃあストッパーが高いんだよ。これより短めの木の棒とかを探さないと。この木だと低すぎるから。なんか結局ばらまかれる。あのですねこれがこう来た時にこれ円柱じゃないですか。これ円柱だからこう左右にぶれるんですよ。だからこの円柱の上にこういう板を乗せとけばおそらくそこまでぶれなくなると思います。よし、どうだこれで。この円柱がそこまでぶれないようにこの左右にこういう支え立てようかなと思います。やらかしてますね。これは結局ねこうブレるんですよ。だからこの先っぽの方が大事ですね。こっちが確定すればブレなくなるんでこういうねガイドみたいなやつここにつけておけばまあこっからこうなった時にこれじゃ絶対こっち来ないからこれつけます。これでいいんじゃないですか。さすがにさっきはねこのストッパーが抜ける方向がこっちだったからこれこっちに行ってたんですよ。多分こっち側はねいらないと思います。こっち側に落ちることはないと思います。これがこっちに寄さってこれがこうなるんで。あれ全然出ないじゃん。少ないよな。さすがにこの低さでやりたいんで、ちょっとまた入れよう。もうちょいかな。いきます。あ、まあまあこんなもんじゃないですか。いきます。あ、いい感じいい感じ。この量でいい。ストッパーが袋に当たって動きが横にいってるのでこれをもうちょっと、ね、邪魔にならない
このぐらいの場所に移動させとこうということで、ここのね仕掛けは一通りできたと。コーンフレーク邪魔になるんで一回戻しておきます。じゃあこのストッパーどうやって外すかって話なんですけど、さっきと同じでタコ糸をこの穴に結びまして、そのタコ糸の先っぽを反対側をこういうね重りにねつけて机から落とせばいけるんじゃないかなと。でこういう感じになりますよね。この先っぽこっち側を切断しまして、軽いすぎるかな、これだと抜けてないの、軽すぎる。ストッパーをギリギリにしといて、まあいいんじゃないですかね、今ので。今順序としてはですね、この8って書いてある重りがまず落ちます。で落ちた時にこのストッパーが外れて、でこの今のこの衝撃でこのお皿にコーンフレークが注がれたところまでですね。ではこの次の工程としては、注がれたこの台車がこう移動して、まあ、ここで投入が注がるわけですよ。なので現状今の仕掛けとそこの部分をつながなきゃいけないんですけど、その仕組みを作ります。で今のところある動きとしてこの動きですよね。この動きがあってから何も今のところないんですよ。これ入って終わりなんで、だから次につなげるときはこのちょっとしたこの動きを利用して次の仕掛けにつながなきゃいけないんですよ。で僕はどうしようと考えているかというと、ここにこういう棒をつけておきます。で最初この状態になってて、でこう動くんで、ここに棒があるとこのゲートが開くみたいな動きになるんですよ。だからここにレールがあってビー玉を止めとくと、この動きで解放されて次の動きへビー玉がね移動していくっていう風にできるんで、それが一番簡単かなと思います。今ここにねこの黄色い棒をつけました。でこれでこの位置と上下の高さの変更が可能なんで調整しやすい。あのレバーの場所からどこまで移動しなきゃいけないかというと、ビー玉か何かが転がっていって、さっきつけたこれです。この重りが落ちないとこの台車が右側に転がってきてくれないので、結構長距離なんですよ、ね、あのレバーから黄色い積み木まで道をつなげなくてはいけません。でここで使うのはこのトミカシステムっておもちゃになります。これは本来ビー玉を転がす用ではなくて、あのミニカートミカをね走らせて遊ぶおもちゃなんですけど、これが意外と使えるんですよ。橋脚とかもあって高さ調整がある程度できるので、まあ、今回ね長距離でスタート地点とゴール地点の高低差も結構あるので、これでつなげていきたいと思います。はい、できました。でここなんですよ、ね、ここにビー玉がありまして、でこの袋がこう下がった時にゲートが開いて、こうあ、いかない、あ、いかないじゃん、もうちょい上だ、レバーを上にしといて、でこれでいいですね。で下がったら開いて次のところへ行くと。だからひとまずの流れはこうなります。上が取れて、今ねこの積み木の下にこの紐が引っかかってしまったんで、この間にガムテープをつけて入り込まないようにしました。これもう一回やってみます。テープついきます。順調にいってますね。ここまでは順調でございます。この次は投入が入るんですよ。液体は難しいんですよね。一旦箱分けにしないといけないんで、この中身はねコップに出しちゃいます。牛乳より豆乳の方が僕は好きです。余ってるやつはここに入れる、これちゃんと正しい注ぎ方で、ね、腹にしないと装置作るの難しいから、ね、箱だけで仕組みを考える。
今回もね、要はさっきと一緒なんですよ。軸を作ってこの辺に設置して、まあ、こう倒れるような仕組みを作ればいいんですよ。ただ今回はちょっとね、このストローを軸にしてみたいと思います。このストローをの箱の側面の長さのちょうどいいぐらいの距離で切ります。若干長い方がいいかな。このぐらいにここで切って、切ったのをこう貼ります。つけたらこのストローにこういうね丸い割り箸が入るんで、これでこう、これで軸が完成しました。そしたらまたねここに設置していきます。今これ仮に置いてるだけなんですけど、この位置で接着します。これも同じなんですけど、こう立てた状態で何か仕掛けが動いてこうなって注ぐって仕掛けにしてしまうと、絶対ここでねめちゃめちゃこぼれるんですよ。どっちでしょう、少なからずこぼれてしまうと思うんですけど、この勢いはやばいんで、こういう積み木とかで止めといて、これが外れたら坂になって注がれるって方が衝撃は少ないんで、この仕組みが無難ですよね。だいたいこういう仕掛けはこれでやってます。豆乳中に入れて実験するとねこぼしちゃって絶対ないから、一回水でやってみます。この角度で本当にちゃんと入るのか一応しとかないとねわからないんで、この量だとちょっとだけ出ます。今 400ml 入れたから130ぐらいもう一回入れてみたいと思います。いきます。もうめっちゃいい感じじゃない。めちゃくちゃちょうどいい量の水が入りました。ってことは 530ml ぐらい入れれば、まあ、量はいい感じですね。 OK です。意外にも全然こぼれてないですね。結構綺麗に注げるかなと思います。次はですね、さっきの仕掛けはこれが右端まで来るって仕掛けでした。これが抜けて注がれるんで、これがここに到着した動きでこれが外れるっていう仕組みを作んなきゃいけないんですけど、一番簡単なのはこの車が来た時にこのエネルギーを使ってそのままこれを弾くって方法なんですけど、多分ねこの速度が遅すぎてこれを弾けないんですよ。この動きを、この積み木を弾く動きに使うのは多分難しいので、何かかませないといけないですね。ここはね無難にさっきと一緒で、この紐と重り、南京錠ですけど、この2つをつないで、この重りが付けから落ちたらこれが引っ張られてストッパーが外れるっていう仕組みにしようと思います。南京錠がある程度落ちてから引っ張られた方が確実にストッパーが外れるので、この紐はね長めに設定したいと思います。このくらいかな、このくらいします。これどうでしょうか。これが落ちたら確実に取れますね。これは次はですね、この台車が来た動きで何かしら起こってこの南京錠が落ちれば行くんですよ。そこの仕組みなんですよね。今こうしてみました。この台車の車輪の部分パーツ延長して突起物みたいになってるんですけど、でこれが進んでいった時にこの積み木のドミノに当たるじゃないですか。でこれが倒れていってこの南京錠が落ちると、で南京錠が落ちるとこの積み木が引き抜かれてこの豆乳が注がれると。ちょっとやってみますね。こうですね、こうなります。割と完璧じゃないですか今の感じで。これでね豆乳が注がれて完成なんですけど、もう少しつなげたいので追加していきます。さあ今このストッパーが外れて、まあ、ここまで来ましたね。なので次に使えるのはこの動きですね。この動きによって次の装置が動き出すっていうつなげ方になります。でここで使えるのがこの上の面なんですよ。ここの面なんですよ。最初この状態からこうなるってことは坂になるので、例えばここにビー玉置いといたらこれでもこう動き出して次につながるわけですよ。ということでこれトイザラスで売ってるイマジナリウムっていうビー玉転がしのおもちゃなんですけど、これをここに取り付けます。そうすることで豆乳が下がった時に上に置いてあるビー玉が転がります。できましたね。この状態から下がるとビー玉が浮き始めると。で現状だとさっきのこの状態の時にビー玉が後ろに落ちるんで、
こに落ちないようにガードレール的なものをつけます。はい、これでいいでしょう。ここで保持されていて寝ると動き出します。このままでは直進してコーンフレークの中にビー玉入ってしまうんで、ここからコースを曲げたいと思います。曲げる方法はこの短いレールをここにつければ、ね、奥の方にビー玉が落ちてくれるので、ここに入って食べれなくなるのは回避できます。ここからどうしたいのかって話なんですけれども、コーンフレークができたら食べたいじゃないですか。コーンフレークだけよこされても食べれないじゃないですか。そこでね、このスプーンが必要なんですよ。スプーンをね、最終的にここに準備できたら完成っていうのがね、収まりがいいと思うんですよね。なのでその仕掛けまでつないで完成っていうことになります。これをね、どっかから出現させるのは難しそうなんで、このスプーンの上にこういうね、手ぬぐいをこうかけときます。手ぬぐいがこう取れて、スプーンが準備されたっていう風にしたいんですね。で、現状ですとこの台車が来た時に車輪から出てるパーツにスプーンが当たってしまいそうなので、スプーンを小さいやつに変えます。小さいスプーンがなかったので軽量スプーンでやります。これしかなかったです。これをこう並べて、で多分これがかぶさってて落ちるとですね、これも吊られてずれて落ちそうな気がするんで、演出上机に固定しておきます。これが被されて、これ落ちそうだな。まあ当たんないでしょ。これを落とす方法ですね。さっきのあの上のイマジナリウムからこの手ぬぐいを落とすところまでつなげるんですけど、こっから来て下通ってなんか落としてこれも落ちるって終わりって感じかな。とりあえずこの手ぬぐいに重りをつけよう。 A によって手ぬぐいとタコ糸をつなぎました。このタコ糸の先っぽ反対側を重りですね。この木の板にします。これはちょっと短めの方がいい気がする。紐と紐がね、交差してるとね、仕掛け途中で引っ張られたりするんで、本当はあんまやんない方がいい、まあ、ゴールはまあこれになったんですけど、あとここですね。ここ繋がなきゃいけないんで、こちらですね、組み組みスロープでございます。ピタゴラ装置を作ったことがある人なら誰でも家にはあるでしょう。あと時間稼ぎとかによく使います。この下くぐるとかはこのパーツ使います。なのでこれをね、こういった感じにします。あそこから跳ねてきたビー玉がこれに当たって落ちて、で手ぬぐいも落ちるっていう仕組みになります。じゃあ繋げていきます。こういうね、仕組みとなっております。なんでここにこのロードみたいな部品を使ったかというと、ここでね、豆乳が注がれるんで、ちょっと時間稼ぎをしないとタイミングが合わなくなってしまうんで、そのための時間稼ぎです。このジグザグとこのロードの部分で2箇所でちょっと計算ミスのとこありました。この位置にしてしまうとこれの最初のセットができないことに気づきました。なのでこれちょっと下げて、ここ空間空いてしまうんで、この黒いレールじゃなくてちょっと長めの緑のレールにします。これでいいですね。これでこう動いても干渉しないし、ちゃんとね、いますね。このゴールの部分をスプーンが出現したら終わりっていう風にしてたんですけど、ちょっとね、それだとゴール感がなくて、コロジカルっていうピタゴラ装置作る用のおもちゃがあるんですけど、その旗を最後のフィニッシュにしたいと思います。このボタンを押すと旗が立ち上がるんですよ。これを置く場所がね、そんなにないんですよ。ここ置いちゃうと当たるし、なんかこっちとかにしか行けないんだよ。難しいのはこのスプーンと旗の間にレールがあるので、ここになんか通すのが難しいんですよ。ここになんか通してしまうとこれが当たるので、どうしよっか。このレールの下とかに紐を通して繋げられないですかね。いい感じに紐をこうくぐってくれればできるんだけど、このオレンジのパーツの穴の中とかで2箇所通せばこっち繋げられるかな。なんかこれはね、いける予感がしている。もうお皿の台車が完全に地面に接触してないから微妙に浮いてるんだよね。レールの上に乗ってるから、その分を下に繋いじゃえばできる気がする。これで引っかかんなきゃいいんだよね。お、引っかかんない。
全然引っかかんない、大丈夫。この仕掛けでいきますか。台車の下を通して向こう側のまた別の仕掛けにつないでいきます。ここら辺で旗がこう上がってほしいんで、まあここに何かしらの仕掛けですよね。コロジカルつながりで、ここもコロジカルのおもちゃを使っていこうかと思います。紐の位置、あそこだとお皿に影響あるな。うん、この方がお皿に積み木が上がらなくて良さそう。いきます。オッケー。フィニッシュまではね、完成しましたけども、皆さんお気づきでしょうか、スタート地点がまだないんですね。この辺にスタート地点を持ってこなきゃいけないんですよ。なのでコロジカルと踏み踏みスロープとかを使ってスタート地点作っていきます。行ってみます。あー、行きます。あれ、行くっけ、何か不安なんですよ。一段階大きいループに変えました。これでどうかな、行ってるけど何か不安なんだけど、この角度がね、定まらない。行きます。じゃないってぐらいにはなりました。ここなんですけど、フレークが注がれると同時に向こうが始まるとちょっと追えないので、ここで時間差装置を組み込みたいと思います。クネクネしたレールをここにつけて、フレークが入ってる時間にビー玉が動き出さないようにして、多少時間をずらしたいと思います。この仕組みこうしました。これがセッティング状態ですね。あ、いい感じ。じゃあちょっとね、セッティングしていきたいと思います。はい、無事セッティングが完了いたしました。スタートはここですね。このコロジカルのレールの先、今ビー玉ありますけど、ここにビー玉を置いてスタートです。一発したビー玉があそこにね、パチンコのおもちゃがあるんですけど、パチンコのあの黄色いボタンを押します。すると上に乗ってるビー玉が跳ねて、こっちのね、組み組みスロープのロート部分に着地します。でこうずっと行って、はい、ここでこの8番の積み木が落とします。積み木が落ちると紐がつながれていて、この茶色い木のレールがね、一緒に落ちるんですけれども、このレールがストッパーになっていて、このコーンフレークですね、コーンフレークがシーサーみたいになってるんで、ストッパーが外れて斜めになると。で斜めにこう手前に来たら、ここにお皿があるので、ここに注がれます。注がれてる間にこの後ろのレバーが上がって、あの黄色い中ぐらいの大きいビー玉がくねくねときます。でこうずっとトミカシステムをくねくね行きまして、でここまで来ますね。でここであの積み木を落とします。あれが重りになっていて、この紐がどこに繋がっているかというと、これですね、この台車のここに繋がっています。これ台車が引っ張られるわけですね。で台車が引っ張られていって、ここに到達するんですけど、到達するときにですね、この車輪についている長い棒がドミノに当たります。でドミノ倒れて、でこの南京錠が落ちますね。で南京錠用紐がつながっています。紐はこの黄色い積み木につながっております。この黄色い積み木が落ちると、投入の支えが外れて、でここからね、このお皿に投入が注がれるようになってます。はい、で注いでる間に、この上のイマジナリウムのビー玉がね、転がり出します。で今こう角度的に合ってないんですけど、この牛乳じゃない、この豆乳の角度が下がったら、この緑のレールと緑のくみくみスロープの入り口がぴったりになるんで、向こう側にこの3つのビー玉が行きます。そのビー玉はこの下をくぐって、この
木のね、板を机から落とします。で、これにも紐が繋がっていますね。紐はこの手ぬぐいですね。で、手ぬぐいの下にはスプーンがこうあります。これでこのスプーンで食べてくださいってことですね。で、さらにこの手ぬぐいから紐が伸びていまして、で、このレールの下を通ってます。で、この黄色っぽいオレンジっぽい積み木にガムテープで固定してあります。これは積み木が抜けると、この上のレールがね、またシーソーになっておりまして、坂になるんで、このビー玉が転がり出します。で、転がっていって、最後この工事からの旗を上げてゴールとなります。さあ、うまくいくんでしょうか。では撮影していきたいと思います。何テイクでできるかな。それではワンテイク目参ります。いきます。なんか羽でどっか行ったな。この下に積み木を置いてちょっとかさ増ししときます。2テイク目に行きます。金状の滝がほどけちゃいましたね。ここが重たすぎて抜けなかったんだ。テイク3いきます。巻きついてしまっている分、引っ張られる距離が短いんで勢いが少なかったんだと思います。これをね、一回ほどいてもう一回やり直しましょう。ちょっとテイク4いきます。なぜかこの積み木がずれている。なぜかこれがずれている。こっちは完成してんだけどな。多分南京錠が落ちた時に、なんか勢いでこれがずれたんでしょう。南京錠が多分こっからバーンっていった時に、ここにある黄色い積み木がこれに当たってずれてしまったんでしょうね。いやー、これ惜しいな。こっち結構完璧ですよ。いや、これさえ落ちてくれればよかったのに。購入を入れ直さなきゃいけないじゃん。ここにこういう板をつけてね、積み木がこれに干渉しないようにしました。それではテイク5いきます。いや、また落ちなかったんですけど、なんかいい感じに引っかかっちゃってる。うわー、悔しい。さっきこれが落ちなかった原因は、おそらくこの出っ張りに当たってたんで、こっちのパーツを取ってグルーガンだけにしました。グルーガンで車輪が外れないようにしてます。それじゃあテイク6いきます。あぶね、これ旗がいきます。
はい、無事成功しました。完成してます。ちゃんと僕いった。パターンもちゃんと上がってます。それではね、完成してるんで食べたいと思います。ちゃんとスプーンも用意されております。いただきます。食いにくいな。普通に作ったのと変わらない。あと食いにくいです。でも達成感もありますね。はい、無事作ることができました。これでね、忙しい朝もミニ玉を一つ置くだけでコーンフレークを作ることができるようになったので、皆さんも朝忙しい人はぜひ作ってみてください。それから他にも何かピタゴラ装置で作ってほしいものがあるって人はコメントよろしくお願いします。では見てくれてありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。バイバーイ。